車体振動ノイズをオーディオ信号に変換するオーディオ加速度センサ AIS-25BA のデモをご紹介します。 AIS-25BA は TDM インターフェースを備えた3軸加速度センサーであり、振動データをオーディオ信号として出力することができます。フルスケールはプラスマイナス 3.85G またはプラスマイナス 7.7G が選択可能。周波数帯域は 2kHz まであり、振動によって発生するノイズ成分に優れた応答を示します。そのため、車室内の快適さを向上させるためのロードノイズキャンセリングシステムにおけるノイズセンサーとして最適です。ロードノイズキャンセリングへの応用例です。ホイール周辺で生じたロードノイズの振動を加速度センサーに検出し、車室内にある MEMS マイクロフォンでノイズがどの程度車室内に聞こえているのかを計測します。その伝達係数を推定し、ノイズの逆位相の音を加味した音量で車室内のスピーカーから鳴らすことにより、ロードノイズをキャンセルすることができます。デモ内容について説明いたします。STM32L4 マイコンとオーディオ加速度センサ AIS-25BA、 さらに MEMS マイクロフォン MP23AB01DH を搭載した評価ボードを使用し、ラジコンカーのモーターが発生するノイズを録音します。 MEMS マイクによって検出されたオーディオ信号には、モーターのノイズ以外も含めて高帯域の音が含まれるのに対し、AIS-25BA によるオーディオ信号には、モーターが発生した振動成分のみを検出していることがわかります。それでは動画をご覧ください。車載向けオーディオ加速度センサ AIS-25BA のデモをご覧に入れたいと思います。こちらの評価ボードが、このラジコンカーの車体にこちらに、固定してあります。この評価ボードには AIS-25BA と、オーディオ MEMS マイクが両方搭載されて、その音をこちらのパソコンで録音することができるようになっております。この、MEMS マイクで拾った音とオーディオ加速度センサーで拾った音がどのように違うのかというのをデモでご覧に入れたいと思いますけれども、差がより分かりやすくするために、バックグラウンドノイズを鳴らしながらこのラジコンのモーターを回して音を取ってみたいと思います。はい、では今録音した音を再生してみたいと思います。まずはMEMSマイクで、オーディオMEMSマイクで録音した音です。はい、このようにモーターの音とからわざと鳴らしていたバックグラウンドのノイズが両方とも録音されております。次に、MEMS 加速度センサで、拾った音を鳴らしてみたいと思います。はい、このように、モーターのが発生している振動の音は、拾いますけれども、バックグラウンドになっているようなノイズというのは、車室に伝わってくる振動成分ではないので拾わないというような、ことができます。で、この、加速度センサーの特性を利用して、ボディの、ホイールから発生するような、振動のノイズを測定して、車室内のノイズキャンセリングシステムに応用することができるというセンサーになっております。ご視聴ありがとうございました。